日本鹿児島県薩摩仙台市大王町大王町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧川内市大王町。郵便番号は8 9の0 0 6 2人口は280人、世帯数は113世帯。大王町の全域で、住居表示を実施している。薩摩仙台市の本土川の北部、川内川の下流域に位置している。阿佐駅の北方には五両下町。 南方には、若葉町、西方には、河北町、区内町、東方には、大小路町にそれぞれ接している。鹿児島県道44号軽白大小路線が地域の北部を東西に通っている。阿生市内は住宅と商店が混在して所在している。また地域の北部に、九州電力川内原子力総合事務所が2009年に設置された。 大王町という町名は分割された区域の多くが、宮内庁の障子、大王の区域であったことに由来する。1965年4月1日に宮内庁及び、大正路町の一部の区域において、住居表示に関する法律に基づき外区方式による住居表示が実施されることとなった。それに伴い同日付で、町名、地盤の変更が行われ、 川内市区内町及び大正路町の各一部より、川内市の町名、大王町として設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、 川内市の町、字については、現行通りとする。と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。阿生駅内には、鉄道は通っていない。最寄りの駅は、 川内駅または上、川内駅である。ありがとうございます。